皆さんこんばんは。デッドバイデイライトやっていきたいと思います。一つだけパークを買いました。コソドロというパークなんですけどね。そりゃこれがあるとまたあいつか、嫌なやつがいるな。コソドロのパークははい、16m。16メートル以内にですね、宝箱があるとですね、なんとテストが見えるみたいです。大丈夫か。さあ修理修理。16メートル以内か、なかなかに難しいですね。まあせっかくだからテスト発見してみたいですけどね。まあ運よく発動すればぐらいの気持ちでいますからね。ああ大丈夫かな。またチェーンソーか、やだな、あれ一撃だから。あ、誰か気づいた、向こうですね。向こうに逃げたということはこっちは安全ということで。あー、切れられたかな。それでは発電機を直しましょう。はい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 、普通に落ち着くだろうね。16メートル以内に宝箱ね、チェスト。あれを直すのは危ない。とても壊しとこうか。さて、真ん中直すべきか。いたな、多分。左側にいましたね。直しちゃおうか。真ん中行くか、ちょっと危険だけど。宝箱もあるかもしれないし。はい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 。ここ鬼門だね。急いで直したいです。見えるとしたら後ろに逃げた方がいいかな。さあ急いで急いで急いで。真ん中直せれば結構嬉しい。やばーい。誰か直した？あるな。せっかくだからこのトーテム壊しとこうかな。せっかく見つけたのでってどうやって登るんだろうこれ。トーテム破壊しておきましょう。いやーよーく見えるね。そこだな、やっぱ直すのは。あと2個か。教えましょう。あと1個。
くれと。大丈夫かな。ほっくれと。想像の役に立たなかったという。いやー危なかったな。アップグレードしましょう。何を取るか。これ取りたいね。あとどっちを取るかだな。包帯と包帯。あ、工具箱。あ、これ取ろう。よし。さあ、あ、またパークが手に入りましたね。自分が負傷しているとき、グレート成功範囲が 10% 増加。すごいですね。られちゃうな。結構今無料期間で、まあ3日間だけですけどね。まあ自分は金曜日の夜から土曜日の夜と、まあ、日曜日を、まあ昼前からやってるわけなんですけども、まあ一回一回が短いのでね、こうちょっとした時間にできるのはいいかもしれませんね。あとは他のキャラも使ってみないと、全力疾走がちょっと気になるんですよね。まあ、まずは一キャラしっかり育て上げてから。やっぱね、自分で
治療できるっていうのは大きいような気がしますね。さあ、マクミランエステート、発電機はどこにある？あっち、すぐ横にあったね。はい。お、リーダー、作業効率上がるんじゃないですか？心音聞こえないやつだ。この場所でか。やだな。いますね。これ壊しとこうか。あれ大嫌い。心音聞かえねえ系ほんと最悪だな。あ、宝箱発見。危ねえ。で、あの子はクローデットだから自分で直せるね。で、工具箱がもういらなくなるから、もうワンランク上の工具箱あると嬉しいな。ないか。やべえ、カラス鳴いちった。あ、自己治癒持ってますね。やばいな、発電機直さないと。新しい工具箱手に入れたんでね。この間に直さないと。一人はセルフで直してる。ここはどこで釣られてるかな。とりあえずいないか。お、リーダー。ほっ、ほっ、直さないと。そうですね。工具箱は使い切っちゃいましょう。
倒さなきゃよかったな、音ね。失敗したね。あ、もがくのついてますね。後がない。頑張って。釣られた。どうしようかね。次に行きたいけど、やつの位置が分かんないんだよな。発電機直しに行くべきなんだろうけど、本来は。マジか。間に合うか。頼む、間に合ってくれ。ああ、間に合わなかった。これはもう発電機修理じゃ出られないね。どうやらなんかヒューっていう音がするらしいですね、発電機のハッチがあるところは。わ、カラスが鳴いたってことは来ちゃうか。あるかな、ハッチ。出口を探せ。ハッチを求めて。ハッチなんてあんのかな、見たことないんだよな。
スにバレないように。発電機を直すというのは非常にもう無理がありますね。ここまで来たらもうハッチを探すしかないですね。カラスに鳴かれないように。大丈夫かな。ないな。どこにあるんでしょうか。なんか今落とした。ハッチが近くにあるんだろうか。何かハッチの開く音がしませんか。近くにあるのかな。なんかガガガガガガッと音がしますけど。ないな。この辺にありそうな気がするんだけどな。ハッチの音がよく分かってないからな。ここら辺にありそうじゃない。バレないように行動しなきゃ。ハッチがないな。ああ長期戦だぞ。どこにあるんだろうな。ハッチ見つかんないと帰れないよ。わかんないな。近くにないかな。ないね。ハッチの位置がわかるパークとかあればいいのに。いや、パークは行ってもしょうがないな。この辺りじゃないってことですかね。宝箱あるな。何か助けになるかもしれないし、地下行きますか。はい、この下にあるっぽいですね。さあ怖いな。ああ工具箱、宝箱ですね。いやー怖い。このガサゴソしてる音バレてる。おお結構いい工具箱じゃないですか。ただ修理するとなバレるよな。ハッチを探すのが正解でしょう。慌てずに行こう。ハッチどこだ。いないな。ハッチが欲しいな。ちょっと壊すか。場所バレんのかな、これ。どっかにハッチないかな。別にやつの
体的にハッチが近くにある時の音っていうのを知らないですからね。こればっかりは厳しいな。発電機直すと居場所バレちゃうから、それだけは絶対避けないとダメ。これないか、なさそうだね。いた、いましたね。近く探してますね。バレてないか。あー怖い。ハッチどこだよ。あったハッチ。ハッチから脱出。やりました。あったねー。粘り勝ちですね。今回はいい点数いったんじゃないでしょうか。アイテム消失しましたけど、いいベリーレアアイテムをゲットしましたね。いやー、最後の楽しみだって一人の生存者に執着するは危なかった。無事に逃げ切ることができました。ということでね、ちょっと長かったんですけれども、まあ、非常に緊張感のある試合ができて良かったです、自分的には。それではまた次回お楽しみに。さよなら。